だヘビー級だって、あ当たりが強いだとか、あ思うのと、あ何が変わるんだよヘビー級の、見てみろ、おい俺今日休んだが、ピンピンしてんじゃねえか、聞かねえんだよ、何も聞かねえんだよ、誰だヘビーの当たりがきついとか言ったやつ、見てみろ、聞かねえ、全然聞かねえんだよ。新人だってそうだろ、デビュー戦で勝つやつはなかなかいねえんだよ、それと一緒だろ、こんなものは始まりだ、ヘビー級の戦い、内藤と棚橋、教えてくれたな、後悔することだ、引かぬ、媚びぬ、顧みぬ、ふはははは、ういはあ、次の相手はファレ、もう分かってるから、はあ、はあ、アーチャーはね倒してきてるから、はあ、アーチャーも苦手だし、その苦手なアーチャーを倒したファレも苦手、さあどうなることでしょう、でもちゃんと自分でね、目標を定めて帰ってきたんで、カムバックするための練習じゃない、さらにその先に行くための練習だったから、まだまだ期待感を上げていきます。